あの一番最後の3回だったところが7回になったっていう、はい、これが1日の終わりで、うん、まあ別に決まりがあるわけじゃないんですけどね、うん、感謝の気持ちを込めて一番最後のお勤めはちょっとまあ、あの普段とは違うことを、ね、うん、するということで、まあ、その成就数の7にきっかけてね、大四五法を7回お唱えするというやり方をしてます。なるほど、はい、ゆみちゃん今日は下から登ってきて、はい、最後ゴールでお迎えしてくださって一緒に唱えてもらいましたけど、どうでしたか最後の締めくくりのこの今日。いや楽しかったです。楽しかった。なんかこう感謝と気持ちいいみたいな、こういろいろお祈りできた、なんか、はい、うん、よかった。はい、じゃあこの後は農協していきましょう。どうぞどうぞ、せーの、せーの、はい、リベンジ2015、今度こそ私も今度こそ行きたいと思います。さすが上場は、はい、今度は横でいきます。さすが剣道2段。なんか何だかな。なんかな。全婚宿さんですね、ここは。はい。はい。全婚宿さん着きました。おもてなしどころ書いてますね。ゆみちゃんは全婚宿初めてだよね。はい。お話聞きましょう。じゃあ行きましょう。いろいろ置いてますので、うん、はい、何でも、うん、どうぞ。すごい素敵、はい、どうぞ。お邪魔いたします。こんな感じで、はい、ここで食事をしてもらって、はい、でこっちで寝るね、泊まるところを、はい、うんうん、作っております。あ、こう見たりあんなしとるけどね。お遍路さんは何人まで泊まることができるんですか。あ、向こうは空いたけんね、はい、5人や6人、ここ相部屋にしたら、ね、うんうん、1人、2人、3人、4人ね。あ、それからこっちにも、ね、まだこっちにもありますよ。はいはいはい、5人の、今1人僕は来たんです、はい、埼玉県の子。あ、そうなんですね。若い子、今立林公園行かしてます。あ、そうなんですか。もう明日で、あの、これはここで休んでくれた人だけ、うん、それから泊まってくれた人はまた別に置いとんです、うん、で、ここへあのお札も入れたりね、いろいろして、もうここは12年もう紙コップで、はい、今ですね、ここは密林南お遍路休憩所というところで、あの全婚宿さんです。さっきゆみちゃんのね入り口から入ってくれたと思います。どんなところかというと、この新聞の方にも載ってまして、一宮寺と八島寺までの方向距離を指すこのお遍路板のあるところの近くですね、栗林公園の近くです。林さんご夫婦が、運営していらっしゃる全婚宿になりまして、新聞の方にもこうやって取り上げられていたりとか、あといろいろお遍路さんたちがいろんなものをこう置いてってくれてるメッセージがあったり、さっきはねお部屋の中を見ましたけれど、いろいろ記事が私たちがお世話になった方のも書いてますし、あのお遍路さん一服どうぞという休憩所の記事もあります。新聞で見て足を運ぶ方も多いかと思います。ぜひあの林さんご夫婦とお話をしてここに寄ってみるのがいいんではないでしょうか。気持ちも体も癒されると思います。ではまた。こっちですよね。うん、そうだね。うん、うん、うん。